Hallo und Katte, wir playing Fire Emblem Engage, the DLC, the Fel Xenolux story, and we're gonna continue with the next chapter. Kimi wa tada hitori no tame ni ugoki, hakari, sakuryaku shi, sono mono no shiawase o negai, tatakau darou ka. Anata wa ai suru mono o itsukushimi, hoyou shi.信じ、自分だけのものにすることを望むだろうか。岩に覆われた国の王は砕けた。花に囲まれた国の王は散った。さりとて、かの者は知っている。この世界に憐憫はない。僕の渇望は、ここにはない。エル、エル、見てください、アネモネの花が咲きましたよ。なんて美しい。戦の中でも心が洗われるようです。皆にも見せてあげましょう。あの青いのと赤いのを摘んで。摘んでしまってはかわいそうです。神竜様、花を摘むのではなく皆をここに呼びませんか。確かにその方が良いですね。ありがとうございます。エルは優しいですね。神竜様、有名ですか。懐かしい。こんなもの、イルシオン王国はやっぱり寒いな。ブロディア王国と違ってすんなり入れましたね。すんなりどころじゃなかったぜ。恐ろしいぜ。ずいぶん守りが手薄だったけど。エル、大丈夫ですか。それに昨日は遅くまで姿が見えませんでしたし。あなたには関係のないことです。そうですか。不足で機嫌悪いみたい。どこに行ってたのかは僕も気になるけどね。イルシオンの偵察任務についてるマデリーンと落ち合う。先行したセレスティアと合流できてるな。あ、いたいた。長旅お疲れ様でございます、エル様、イル様。それでセレスティアから聞いたのですが。そう、異世界の神竜様だよ。驚きました。本当に生きて、言葉が出てきます。わかるわマデリーン。おお、よしよし。ギリギリ泣いてはいませんセレス。あら、ごめんね。神竜様、改めまして、私はマデリーン、私欲の一員です。一番の若輩者ではありますが、実力では負けていないつもりです。あなた様のことは必ずやお守りいたしますので。頼もしいですね。はっ。最初は鼻水垂らしたガキだったのに、お前を拾ってきたモーブも鼻が高いだろう。鼻水など垂らしていません。まあモーブが誇らしく思ってくれるのなら。モーブ？モーブは私欲の最後の一人にして、もともとはソンブル側の騎士だったのですが。主君を、それって。うん、名前を聞いたけど、まさか騎士をつけてる巫女がいたなんて。その経歴ゆえ、ソンブルの元を去った私たちのことを。しかし身辺を調べても潔白そのもの。早く紹介したいですが。本当なら棟梁はモーブがふさわしいのですが。年功序列ってやつ。何ですって。マデリーン、テーザは。イルシオン城内は戦時、国王と近衛兵はハサード大教会。儀式とは。ソンブルの復活。その推測で間違いないかと。イルシオンは邪竜信仰の国。僕たちも異世界から神竜様を呼び出してるし、
我々は遺体を起こしたわけでは。まあそうだね。でも複雑だな。そういえばリトスを立って以来、もしかして儀式に手をか。皆様け、イルシオン兵です。いや、マデリン、無事でよかった。噂をすればというには早すぎない？イル様、エル…モーブ、あな…すみません、異常事態が発生しまして、ソルム王の動向を追っていたら。ソルム王が？なぜ？動向をつかめなかった俺の…ミスティラ王は腕輪を持ち、兵を伴いイルシオンに入りました。事実上の…それは…イルシオン王の儀式が関係を。蛇竜復活を恐れたソルム軍が。両軍の激突は確認しておりません。戦端が開かれてからでは厄介です。案内は私が。あの、出立前に挨拶だけでも。異世界よりお越しくださった神竜。はい。俺は私欲の副官モーブ。事情は承知していたのですね。これはハザード大教会前にて両軍が激突しています。一足遅かったようです。ですが好機とも言えます。イルシオンとソルムが互いに気を取られている隙に、将イルシオン軍の将はアイビー王、攻め入るソルム軍を率いる将は、両名は青の参謀の腕は。とにかく彼女たちを狙えばできますか、神竜。もちろんです。俺は大教会内にもし儀式を取り頼みましたよ。はい、じゃあ僕たちも行こう。ベロニカ殿、助けてあげるわ。イルシオン、ソルム両軍はまさに戦闘中です。やってみせます。もちろんです。私欲として、わかった。強くマデリン、覚悟はある。一緒にいるよ。ああ、うわ、痛そう。イズコじゃ、行こうか。
人と共に生きていたいの。南方に見慣れない軍がいる。そういうところ好きだな。次のご命令を。ブロディアに恥じぬ戦を。気は抜けません。盛り上がったね。ごめんなさいね。
すまないの。戦は決しました。エル、私は味方よ。そのようなことの、エル様、ハサード大教会内には司祭には投降させ、ご苦労でした。許さないわエル。兵よ、動けるも、あまり長引かせては最後通告です。いや、腕輪は渡しません。そうですか。エル、何？目を塞ぎなさい、神竜。これで、なんてエル、自分が何をしたか。だから目を塞ぎなさいと言った。行きますよエル。おやすみなさい。もとよりこの世界になど興味はありません。ですが、望まぬ戦からの解放は好ましく思います。あら、もう。次はどこかで。紋章師は眠りにつき、エル、目的のためとは理解しています。なぜ二人を殺したんですか。彼らは一国の王たちですよ。命まで奪うことはない。どういうことですか。あの者たちは人間ではありません。これまで戦ったフィレネ、ブロッ、おいおい、俺たち以外に生きてる人間って。偵察の際に話をした民たちも。私たちはもうとっくの昔に。イル様はご存知で。疑わしいと思うことはあったよ。
だってあまりにも前のままで。彼らがいつの間に死んでいたのか、ただその言動を見るに。なぜ？知らなくていいと判断したからです。あなたはいつも一人で完結させますね。せめてイルや私欲には言う。確かに。ですがあなたは別の世界の、何より彼らをその手で殺すの。それはイルにも私欲にも。でもそうしたらきっとあなたはこの世界の神竜様にそっくりです。私は知っていたんです。エル、もし。そうかもし。黙っていたことは謝ります。いえ、エルたちにとっては仲間が死んでいたのに、自分の方がずっと辛いのに、エルは優しいですね。その言葉、エル、触らないで。エル、そこまで私が嫌いですか？ええ、私はあなたなんかに会いたくなかった。姉さん。イル様、この世界のあなたは優しかったです。邪竜の子である私たちを受け入れ、美しい花を見て、毎日だって会えるのに、あの日だって帰ってくるって言った。話したい子。どうして死んでしまったんですか？あなたのことが。約束してくれたんです。指切りをした手は温かかったのに、辛いのに思い出してしまうんです。エル、私はここにいるだけであなたを傷つけましたね。あなたのせいではありません。でもこのまま接していたら別人だと知りながら。姉さん、それでわざと。少し。あ、エル様。一人では危険だ。私欲は姉さんを追って、ここは安全だから。承知しました。ああ、姉さんたら、もうしょうがないな。神竜様は、追わなくてよかったの？行かない方がいいと思います。それもそうか。姉さん、戻ってきづらいだろうな。人前で告白までしちゃったからね。私欲のみんな、姉さんのお守りご苦労様って感じ。イルはエルのこと。双子の弟だからね。好きな食べ物とか。でもわからない。もう一度失ったらどんな顔するだろう。え、気になるな。いいよね。何のことですか？神竜様、紋章師チキ、僕が起こしたんだ。びっくりした？残念だけど、もう一度死ね。できた！信じられない。腕輪から紋章師を起こすことができた。これで僕は何の力も持たない巫女じゃない。早くこのことを姉さんに一番に伝えないと。その力を。弱者を演じろ。お前には我は出来の良い。That was the fourth chapter, Clash of Queens. So, those
leaders were apparently corrupted, and Neo was hiding is the evil one apparently. We're gonna continue in the next video. Thank you all for watching and wish you all well.